はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、ミキヤ先生は世襲議員についてどう思いますかというご質問なんですけれど、まあ世襲議員に関してはですね、まあ昔からいろんなこと言われてますよね。まあ大抵あの批判、あのマイナスイメージっていうのを持ってる人が多くて、まあ世襲の政治家はねダメだと、ろくなやつがいないとか、まあ否定的なあの意見が多いんですけどね。で、まあ先日も木村容疑者、岸田首相をですね襲撃したあの木村容疑者も、まあ、その襲撃した動機の一つって言われてるんですけど、まあ、世襲の政治家に対してまあ恨みを持ってると、まあ、なかなかその叩き上げで、まあ、社会人からスタートしてそこから立候補して当選する、まあ、そのハードルが高いと、そのあのだけど世襲の政治家はですね、まあ、簡単に立候補して当選してるって、まあ、それが許せないみたいな、まあ、これが動機の一つになったんじゃないかみたいに、まあ、最近マスコミで言われてるわけであって、まあ、世襲の政治家に対する批判っていうのがですね、まあ、世の中では言われてるわけなんですけど、まあ、僕個人の意見としてはですね、まあ、世襲議員その全てが悪いとは思わないんですよ。結構世襲の政治家のことを批判する人って、その世襲の政治家は悪いっていうふうにですね、もう世襲議員をもう一括りにして批判する人多いんですよ。だけど世襲議員もですね、その世襲のメリットっていうものもあるわけですよ。でもちろん世襲のデメリットっていうものもあるわけです。なので世襲議員もいい世襲議員もいれば悪い世襲議員もいると思うんですよ。で、まあ、世襲議員ってどれぐらいいるかっていうと、今日本、まあ、国会議員約710人いるわけですね、参議院と衆議院合わせて。で、大体3人に1人が世襲って言われてるんですよ。で、その総理大臣の世襲の割合ってめちゃくちゃ高くて、まあ、大体 70% ぐらいなんですよね、総理大臣に関して言えば。まあ、やっぱり世襲議員ってなるとですね、あの叩き上げの人、あの社会人から自力で道を開いて立候補する人に比べると、まあ、当選しやすいっていうのは、まあ、確かにあります。まあ、それは地盤を引き継いでいる人が大多数なのでそうなるのは当然なんですね。で、若くして選ばれることが多いわけです。で、出世しやすいっていうメリットも、あるわけですね。まあ、それがデメリットになることもあるとは思うんですけれど、まあ、その地盤っていうのはですね、そうですね、3番って言いますよね。3番っていうのは地盤、看板、カバンと。で、カバンっていうのはそのお金のことなんですね。まあ、政治資金、まあ、政治資金もそのまま引き継ぐことができるので、まあ、圧倒的に世襲議員は有利だっていうふうに言われてますね。で、これは国会議員以外でもその地方議員でも同じで、地方議員もやっぱり日本はね世襲が多いんですね。で、世襲だともちろん注目度も高いと、それによって余計選挙でも有利だと。だけど、あの見識が足りない、能力も低い、適性もないとか、まあ、結局見識能力適性とか関係なく、世襲議員は有利だとっていうふうに言われてるわけなので、でやっぱり批判の的になってしまうわけですね。で、叩き上げの人はやっぱり自力で道を開かないといけないので当然大変だと、不利になってしまうっていうふうに言われてるんですけど、でも世襲の議員だって選挙で選ばれてるわけですよね。やっぱりなんで選ばれるかっていうと、その世襲の議員に投票する有権者の人たちもやっぱりその知ってる人だと安心するっていうのがあると思うんですよ。その親のことを知ってると、親にもお世話になったと、で、お父さんの議員はもう立派な人だったと、だから息子さんも、まあ、とりあえず応援しようとか、まあ、そういうつながりがあって知ってる人だとですね、安心すると。で、立候補する前からやっぱり秘書をやってたりとかしてですね、まあ、顔見知りだから今度は応援してあげようとかですね、まあ、で結局そのなんだかんだ言ってですね、その有権者もその世襲議員が好きなんですよ。だってなんだかんだ言ってですね、その、ね、
票を入れてくれる人がいるから当選するわけであって、だから世襲議員に投票する人、まあ、そういう人たちというのは結局世襲議員が好きなわけですよね。まあ、それはタレント候補にも同じことが言えるわけであって、まあ、タレント候補もその知ってる顔だからその投票したい、まあ、それ当然あるわけです。だからタレント候補も、もちろん有利になるわけですよね。でもそれは有権者が投票するからそういう人たちは立候補するわけなので、なのでその世襲議員ばかりですね批判する人っているんだけど、だったら世襲議員を批判すると同時にその世襲議員に投票した有権者も、批判すべきだと思うんですよ。はい、だけどあんまりその有権者のことは批判しないっていう人が多いのが現実なんですよね。で僕思うんですけど、世襲議員ってメリットってすごくあると思うんですよ。だから世襲議員にしかない強みっていうのはあると思います。そういう人にはそういう人はですね、世襲じゃない人に比べてですね、やっぱり世襲ならでは のメリット、その有利なところ、まあ、世襲だからこれができる有能な政治家になるっていうポイントもあるわけであって、まあ、例えば結局そのお父さんが政治家なわけなので、その子供の頃からですね、その親の姿をずっと見ることができるわけですよ。なので仮にそのお父さんがすごく優秀な政治家だったらですね、子供の頃からずっとそのですね、優秀な政治家の背中を見続けることができる、背中を追い続けることができるわけですよ。で子供っていうのは親の背中を見て育つわけです。だから親がすごく立派な人だったら、その背中を見てその子供が立派に育つっていう、まあ、そういう確率って高くなるわけですよ。なので仮にその親がすごい優秀でなおかつその子供も優秀だったら、で頭も良くて努力家で、思いやりのある人間だったらですね、でその子供は立候補して政治家になったらですね、すごく、いい政治家になるわけですよ。で、まあ、それ以外にもその政治家としてのですね、心得とか、まあ、国民と、どうすべき、どう接するべきかとかですね、そういうことだって英才教育でしっかり教えてもらえるっていうメリットもあるし、あと秘書をしてその立派な政治家のですね、お父さんの働いている姿も、見ることができる。もう直接英才教育でですね、長い時間かけて勉強することができるわけだし、その親からもその何をポイントにして勉強すべきかっていうことだって教えてもらうことができるわけですよ。まあ、政治のことはこういうところを学べとか、経済のこと、歴史のこととか、あとトークのテクニック、弁論のテクニックとかも教えてもらえるわけだし、で親が優秀な遺伝子を持ってると、その子供だって優秀な遺伝子を引き継ぐっていう可能性だって高いわけです。はい、でもちろんそのダメな世襲議員っていうのもいるのは確かなんですよ。仮に親がめちゃくちゃ優秀な政治家であったとしても子供がダメっていうことはあるんですよ。で、まあ、子供が複数人いてその中の一人でもめちゃくちゃ優秀な子供がいれば、まあ、その人に継がせるっていうことが多いわけですよ。まあ、仮にその兄弟でその兄がいるんだけど兄はダメで弟は優秀っていうことだってあるわけなので、まあ、そういう場合はですね、まあ、僕の周りのですね、世襲の政治家、結構知り合いで世襲の政治家とかいるんですけど、そういう人を見てるとですね、まあ、結局お兄さんがダメでも弟が継ぐっていうことあるんですよね。はい、だからその兄弟の中でも一番優秀な遺伝子をね持ってる子に引き継がせるっていうこともできるわけなんですけど、まあでもですね、まあ兄弟がいないとか、まあ、ダメな子供しかいないっていうことだってあるわけで、まあ、そういう場合はですね、そのいかにその親が優秀な政治家でもダメな子供に地盤を引き継がせるっていうこともあるわけです。でそういう場合はそのダメな子供がですね当選しちゃうっていうことだってあるんですけれど、でもですね、僕世襲の政治家見てるとそのやっぱり有権者もですね、もうバカじゃないんですよね。有権者だってちゃんとその世襲の政治家だって見て票を入れてるっていうのがあるので、まあ
最初の1回は当選してもですね、もう次落とされるっていうことあるんですよ。有権者に見放されるっていうことだってあるし、まあ、場合によってはですね、その地盤を引き継いで最初の選挙で有権者に落とされるっていうことだってあるわけですよ。やっぱり長くですね、その親子を見ててね、まあ、あの息子はダメだよ、あの息子に投票するぐらいだったらもう別の候補者にわしは立候補するわとかですね、そういう有権者の方だっているわけなので、世襲だからといって必ず当選して有利な道開けるっていうわけじゃなくて、やっぱり世の中ね、そんなに甘くないと思うんですよね。はい、まあ、選挙ってそんなに甘いもんじゃないと思うんですよね。なのでやっぱり本当にダメな世襲議員は続かないし、選挙で落とされると。でそういう議員もね、結構いっぱい見てきてます、僕は。はい、ある程度ね、優秀な人じゃないと世襲であっても選挙で勝ち続けるってことはね、できないですね。はい、なので結局世襲議員っていうのはですね、いい世襲議員もいれば悪い世襲議員もいると思います。で、まあ、政治家って結局ね、結構大変なんですよね。で、やっぱりね、普通の仕事してる方がね、絶対楽だと思うんですよ。まあ、それなりにですね、給料はいいわけですよね、政治家って。はい、だけど、まあ、一般の他の仕事してる人よりも、平均よりも収入は多いわけなんですけれど、だけど、ストレスとか大変さとかですね、あと、社会、世間の目もあるわけだし、何かヘマをしたりとかスキャンダルをしたらですね、すぐマスコミに取り上げられて叩かれてしまうので、まあ、やっぱりそれなりに政治家も大変だし、世襲議員だってですね、それなりの覚悟がないと政治家になろうっていう決意も湧かないし、ある程度優秀じゃないといけないので、まあ世襲議員をですね、ひとくくりにして批判ばっかりするのも良くないかなって思いますね。はい、で結局それってね、その政治の世界だけじゃなくて、世襲ってどの分野でも同じことが言えるんですね。例えば相撲の世界見ても、例えば親が立派な関取だったと、でその相撲部屋の中で育ってきたと、男の子がね、そうしたらその親の背中を見てですね、自分も将来ね、お相撲さんになるんだって決意して、でその立派にその大関とか横綱になるとかですね、そういう人だっているわけだし、やっぱり家業っていろいろあるわけで、まあ普通のね、会社とかでもそうだし、ビジネスの世界でもそうだしね、やっぱり自分の父親がですね、その職場でバリバリ働いてて、でその職場にもですね、結構頻繁に子供の時から行き来して、まあ、その背中を見てですね、そうすると自分も将来この仕事をやるんだと、でなおかつ親から英才教育を受けてですね、遺伝子も引き継いで、でその会社を引き継いでですね、立派にやってく人とか、場合によってはその親よりも子供の方が優秀でですね、さらにそのビジネスを拡大したりとかですね、そういう人だっているし、あとはその医療の世界でも結構あって、例えばいろんなね、地方とかにも大きな個人病院ってあるじゃないですか。でやっぱりそれってね、家業としてですね、ずっと代々引き継いでる病院ってあるんですね。ってなると、親が医者だと子供も医学部行って医者になって、その大病院を将来引き継ぐっていうことよくあるんですけれど、それもですね、やっぱりその子供が必ず優秀とは限らないんですね。場合によってはその医学部に行けなくて、医者になれなくて後継げないっていう、人もいるし、まあ、医者になったとしてもですね、親ほどの能力がなくてうまく病院を引き継げないとかでもあるし、あとはすごく優秀なお医者さんになってですね、立派に引き継いだりとか、もっと事業を拡大したりとか、病院拡大したりとかですね、まあ、いろんな人がいるわけであって、やっぱりそれ見てるとですね、家業としてその親の背中を見続けて、その家業を継いだ人っていうのは、まあ、他の人に比べても有利な点がある分、より優秀になって社会に貢献するっていうこともあるので、なので世襲の議員だって、まあ、もちろん叩き上げの議員の方でですね、まあ、総理大臣まで上り詰めてですね、優秀な方とかもいると思うんですけれど、やっぱり
その家業として政治家を継いでですね、世襲なりに上り詰めたしとって、それなりのですね、貫禄もあってですね、何か得体の知らない自信に満ち溢れてて、それによってですね、世間の人を引きつけるオーラがあって、優秀な総理大臣になるっていうですね、そういう人だっているわけですので、やっぱり世襲はですね、一括りにして悪く言うべきではないなと思っております。はい、ということなので、まあ、結局ですね、まあ、ろくでもない世襲議員がいたらですね、もう次の選挙で落とせばいいだけなんですよ。でもそれでもろくでもない世襲議員でももし当選してる人がいたら、もうそれはその世襲議員にも問題があるし、世襲のシステムにもね問題あるかもわかんないけど、やっぱり一番問題っていうか、まあ、一番とは言えないんだけど、そのろくでもない世襲議員にね投票した有権者にも同じだけ問題があると僕は思いますので、というのが僕の意見です。まあ、世襲議員をね一括りに悪く言うことはないんじゃないかなって思います。はい、ご視聴ありがとうございました。